ーラブエンディア、皆さんいかがお過ごしでしょうか。スポーツ堺日の時間がやってまいりました。宅配人の久保です。今回はシーズンが終わったアラマーレのニュースなどお届けします。まずはこのニュースから。射水市に本拠地を構える女子ハンドボールチームアラマーレが第44回日本ハンドボールリーグで9チーム中過去最高順位の6位となりました。また同時にランキングも発表され、フィールドプレーヤーの飯塚選手が得点と7メートルスローの部門でそれぞれ2位となり最優秀新人賞を獲得。ゴールキーパーの安田選手が7メートルスロー阻止部門で1位に輝きました。受賞された選手はじめチームの皆さん、お疲れ様でした。今回は大森監督からシーズンを振り返ったコメントをいただいております。今シーズンを振り返り、今後の大きな飛躍へつながるシーズンにできたと思っています。順位こそ全9チーム中6位と目標のプレーオフ出場には届きませんでしたが、2年続けての最下位から抜け出すことができ、上位チームに高いパフォーマンスを示せたと思います。チーム目標としてステイハングリー、ステイフーリッシュを掲げていました。自らの力を信じた戦いを一つ一つ重ね、その中で各々の自信が膨らんでいったように思います。そういった意味では掲げたスローガンへの達成度は高かったと考えます。この1年でチームとして成長したところは、粘り負けしないゲーム、粘り倒すゲームができるようになった点です。これがスタートラインとも思っています。最後に、今シーズンようやく地元のアルビス小杉総合体育センターで勝利することができました。応援ありがとうございました。皆様と勝利を共にできたことが本当に嬉しくてたまりませんでした。今シーズンのお礼を最後に会場でお伝えできなかったことが残念でなりません。来季こそプレーオフ出場の4位以内に入るよう、攻守ともにさらにレベルアップした姿をご覧いただけるよう誠意前進してまいります。フレッシュでエネルギッシュなアランマーレの成長をぜひ間近で実体験していただけると嬉しいです。ホームゲームでの皆様のご声援が私たちの力の源となっております。来シーズンも変わらぬ熱いご声援をぜひともお願いいたします。以上、大森監督のコメントを代読しました。引き続きアランマーレの応援をよろしくお願いします。2月23日日曜日にアルビス小杉総合体育センターで高岡地区スポーツ推進委員研修会が開催されました。この研修会は地域のスポーツを支えるスポーツ推進員の知識・技術向上のために開かれました。今回は障害者スポーツをテーマに研修を行い、富山県サッカー協会キッズ委員長の京谷光一先生を講師にお招きし、障害のあるなしに関わらず楽しめる環境づくりをテーマにした講演と、実際に障害者サッカーの体験としてアイマスクをして視覚を遮ったブラインドサッカー、杖を使用し片足のみでプレーをするアンプティーサッカー、走ると反則になるウォーキングサッカーの実技を行いました。参加者は視覚や動きを制限され不自由さを感じながらも、障害者の状況を疑似体験することで障害者スポーツについて学ぶことができました。またプレイヤーを補助する体験もでき、とても有意義な研修となりました。皆さん、いかがだったでしょうか。スポーツ宅配便はあなたのスポーツを応援します。射水市障害学習スポーツ課までご連絡いただければ、あなたのところに応援に駆けつけますので、どんどんご連絡ください。それではチャオチャオ。